世界でリズボクでしかできないトレーニング方法、ユーカリのスティックを使ってリズボクゴルフトレーニング、レッツゴー。まずはスイングの軌道を作ります。手のひらは内側に向け、肩甲骨を動かしていきましょう。次は右側で行います。5、6、7、ゴー。右肩が前に出ないように注意しながら背中を使って振りましょう。次は両手で右下に振ります。レッツゴー。足、腕、お腹のシェイプアップにもつながります。次は正面でスティックを右から振りましょう。5、6、7、ゴー。正面で X を描くように振っていきましょう。次は反対、同じところを当てるイメージで振りましょう。次は右サイドで勢いをつけて振っていきます。5、6、7、ゴー。右肩が前に出ないように体幹を使ってしっかり振りましょう。次は左手で振ります。レッツゴー。打球の方向を安定させるために左手を練習しましょう。次は両手で行います。5、6、7、ゴー。右サイドを意識して右肩が正面に出ないように注意しましょう。下半身と体幹に連動させることによって全身運動につながるスライス予防のトレーニングです。最後は振り切ってゴルフスイングでフィニッシュ。お疲れ様でした。